アロハユウコです。今日はタヒチアンダンスの魅力についてお伝えします。よくね、フラとタヒチアンダンスどう違うのって質問をよく受けます。昔、太古の昔、火の女神ペレはタヒチの島に降り立ったと言われています。で、その後ハワイの地にお引っ越ししたんですが、そのだからね、ルーツはすごく似てるんですが、タヒチアンダンスはフレンチポリネシアのタヒチ島を、ね、中心に伝わる伝統舞踊なので全く違うものになります。私はね、本場の、ね、タヒチアンダンスを見た時に本当に心を奪われました。タヒチアンダンスの、ね、オテアっていうこの打楽器の太鼓の響きはね、もういつまでも頭に響いて、この情熱的なこう心に打つ何かをね、もう本当に感動して、私はその魅力的なダンスを本当にね、たくさんの人に伝えていきたいって心から思ってます。でね、そのタヒチアンダンスは女性としての魅力を最大限引き出せる本当に素晴らしいダンスです。なのでインナーマッスルをね、使って美しい曲線美を描いていくんですが、もう本当にね、力強いエネルギッシュの中に、優しさやね、強さやね、優雅さを秘めた本当に素敵なダンスなので、そのベーシックのステップのその力強さ、インナーマッスルの使い方、股関節の使い方をね、ベーシック動画としてどん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 解説していこうと思っています。そしてね、憧れのこうファーラップって言って、くる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 っと腰をね、丸く動かす、ヒップムービングがあるんだけど、それをね、みんなでね、マスターして頑張っていきましょう。ダンサーのゆこでした。